ダーティングゼルガリーフィアでも水タイプだけ目立っていくわ。残り1枚分かんないから、どっちにしろこれしかないと思う。もうラスト1枠はもう運ゲーでしょうがない。もうそれはハッサンドラクエ6よりによってかよ。いやそれされたら無理でしょ。いやー一番ダメな水タイプじゃん。それはきつい。だってこれだって無理だもんな。ギガドレできないからな。一番きついよ。うわー毒毒。まあでも眠るがあるからとりあえずもうレード当てるわ。一発で当てるぞ。頼むぞ。ギガドレ関係ねえ関係ねえ。どうせ当てるしかないんだから当てるしかない当てるしかない。はい。早めに眠るかな。早めに眠っとこうか。あでもそれってさ毒技切ってないか。毒技切ってないか。それ毒毒ギガドレメロメロ毒技なくないか。リフブレで押したい。物理耐久低いからリフブレで押したいんですよね。こいつは物理耐久の方が低いから。 OK ギガドレはいい。これちゃんと半減で受けて、いやもうリフブレで押します。普通に言っても5割なんで、5割通せば大ダメージ。リーフィアの火力なめんなよ。ただここは絶対絶対通せよ。よし偉い。偉すぎる。マジでこれでかい。これでかい。ここでダメージを与えておくのはマジででかい。 OKOKOK 十分十分十分で黒いヘドロか。次のターン混乱解ける可能性もある。でメロメラは来ないから毒毒が来るね。ここここ毒毒が来る。引っ込めた。え水タイプ以外でしょ。なぜいる。ちょそれは強い。それは強いわ。それは強いわ。完璧にメタられてるわ。なるほどな。水でケアするとお前電気だったらどうするつもりなんだよ。ただガチャに電気いないからね、どうしようもないよ。それは強い。完璧だ。ダーティング捨てましょう。ダーティング捨ててレードを当てるしかないので、僕はいやそれは強いわ。だってガチャで電気いないんだもん。草行くしかないじゃん。でそれメタルリザード無理じゃん。お前俺のガチャ見てから決めてんだろ。で白いハーブかな。いやそれは強い。勝ちようがねえ、勝ちようがねえ。これは正直いやよくあるパターンだよこれ。寝言でレードを引く。3分の1引いて3分の1 30%×30% を今から引きます。寝言で出る技が眠る地割れ絶対レードなんですよ。で絶対レード出してなおかつ当てるっていう、それ以外ありません。ソーラービーム一旦くれましたね。さあ寝言で3分の 1×3 分の1寝言でまずレード出して、はい地割れはダメ。あのこれもリーフィアいても勝てないんで、僕が勝つ方法はトドゼルガがリザードン突破してさらに次の水タイプ突破するしかないから、ここでソーラービーム受けちゃいけませんね僕。だからリーフィアでオーバーヒートで C 下げます。これ何やっても意味ないんだよな。高校生やっても意味ない。わーごめんごめん。オーバーヒート打ってくれたらとりあえず勝ち筋は広がりましたね一応ね。あとは PP だったり、まあ、いろんなのと勝負だな。こっから3体を全員、レードか地割れで倒すっていう。まあソーラービームですね。それはそう。でも C 下がってるんだよね2段階。さあ来いレード引いてレード来いよ来いよ。なぜ地割れなんだ。このターン起きるんでレードで。ソラビは C 下がってるから絶対耐えるんで。あ違う、このあれこの時点で眠り解除じゃないよね。オッケー。よーしよっしゃよっしゃじゃああるじゃああるじゃあある。水タイプ2体でしょあと。じゃああるよ。間に合う間に合う。これだったらギリ間に合う。よく当てたここ。
毒クラインくるよね。毒毒はもう大丈夫、ギガドレも大丈夫、地割り優先ですね。ここはメロメロ通して5割から3割、全然ある、全然ある、全然あるよ。あい、まあ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 、焦んな焦んな、焦る、焦んな焦んな焦んな、早めに眠るしときたいな。毒毒の可能性があってそこでメロメロ食らうときついもんな。早めに眠るだな。ギガドレだったら地割りでよかったけど、まあ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 、メロメロで永遠に動けない可能性があるからな。一回眠っとけ。よしよし、まあまあまあ、まずまずね、まずね、まずね。ちょ、でもこれきついな、きついな、これギガドレの PP は確か5だよな、この時代。でもさ、これギガドレなくなったらお前何もできなくないか。あ、でもアヤピカで死ぬ可能性があるのか。ギガドレ、これで4回目、3回目か。ここ、通せ。ね、寝言で、メロメロをかいくぐって、寝言して、なおかつ、レートか地割れで、はい！なぜ眠るなんだ！かいくぐったのに。動け。いやー、まあまあ、しゃあないな。で、このターン眠る。ただ、ギガドレインないんすよね、これでも。このターンは、眠るでいい。あやぴかでしょ？あやぴか。もうこっからマジ運ゲーだな。あやぴかの5割とメロメロの5割を、すでに引かないといけない。あ、混乱かいくぐった。メロメラかいくぐれず。ただ、相手もないからね。相手もないからね。攻撃技これで。毒毒の PP がなくなったら勝ちか。ただこれ怖いのは、この混乱とメロメロをどっかで毒の間にかいくぐんないといけない。あー、これやばいね。これ毒で死ぬ可能性が出る。あと3ターンぐらい動かなかったら負けか。ギガドレあるやん。ギガドレ PP10 か、もしや。これ、動かなかったら負け。溶けた！頼む！こう通せ！通せ！ 5 割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 ！ よっしゃい！まだある、まだある！まだある！あぶねえ！まだあるぞ、まだあるぞ。粘れ、粘れ、粘れ。え、待って、ギガドレって PP5 じゃなかったっけ？あ、もう10か、4世代は。じゃあ、まだギガドレ全然あるじゃん。頼むぞ、頼むぞ。動け。混乱溶けろ、まず。混乱溶けろ。メロメロ、あ、これ溶けた？はい、はい、はい。お、オッケー！寝言、地割れ！レード、地割れ！え、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 寝言、来い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 、よ、よーあーっしゃ引いたぞ、引いたぞ、メロメロの5割から、3分の2でレードを引いて、なおかつ3割当てる。よし、ラス1、ラス1。誰だ？ヤドキング。いや、まだある。これ S 勝ってるから上から寝言で、で、もうメロメロもないから、寝言で3分の2で引けるから、いける俺を救え俺を救えジワレ来いジワレレードジワレレードはいはいあー待って呪い？いや、それは悠長、それは悠長。それは悠長だろ、お前。次のターンは起きるから、俺は普通にジワレを打てばいい。3割で勝てる。3割で勝てる。勝てるんだ勝てるんだ勝てるんだよー見たかボケ。これがトドゼルガなんだよ。これなんだよ。これなんだよ。勝った勝った。よし、勝ちは勝ちだろ。たまにはいいだろ、こんな試合でも。あなるをとにかくルンルルンルンルン、あの子のあなるをルンルルンルンルン、その後アナルをルンルルンルンルン、最後にアナルをルンルルンルンルンと。